ハッピードベちゃんテレビ。すごいお腹のおっさんです。ジムの帰りに餃子伝説へランチに来ましたよ。メニューです。店内撮影、許可済み。今日もたくさん食べるよ。ボリュームがあって定食が安いです。餃子伝説とは、横浜中華街に本店があります。神奈川県内に数店舗ある店です。麺のセットも安いです。メニューの部分はあえてあまり字幕を入れていません。天津も美味しそうだ。いろいろな麺の種類があるよ。今日はこれは頼みません。中華街って高いイメージがあるけど、この店はチェーン店だから。手頃な値段でしょ。3種類頼むよ。子供が好きな食べ物。ここの店は活気がある店だよ。店員さんの大声と
いつもガチャガチャ音がしてる、わら。腹が減った。着ドーン。チャーハン、ラーメン、セット。これだけだと思ったでしょう。ゆぶた定食。中華料理を食べるときは毎回決まったものを食べてる気がする。だって好きなんだもん。これだけだと思ったでしょ。チーズ餃子。まだあるよ。エビ餃子。まだあるよ。ニンニク餃子。隣の席のカップルが大食いチャレンジじゃね。と話してるけど、全然普通なんですけど。しゃべっていいですか？って。ナンパされた、すごいお腹のおっさん。顔を映さなければ、OK ですよ。って言ったら、食べ物だけだって、わら。SNS に、デブのご飯とか、書かれちゃうのかな。この量なら、普通だと思うけどな。いただきます。レッツイート。シンプルなラーメンです。麺が伸びてる、うなってる。撮影大会をしてたからね。麺です。チャーシュー。卵。食べると見せかけて。チャーハン。ここの酢豚は桃が入ってるんだよ。肉が柔らかい。ピーマンが
嫌いだから肉だけ食べる。エビ餃子。エビの食感がすごい。ニンニク餃子。これが一番好きなのよ。ニンニクがたっぷり入ってる。家に帰ったら臭いって言われるよ、笑。長いので途中カットしてます。餃子をもう少し頼もうかな。ジムへ行って大食いしてたらダメだね、笑。今日はこれだけにしておきます。合計金額2265円。すごいお腹のおっさんのランチでした。ごちそうさまでした。またお腹を育ててしまった、わら。ご視聴くださりありがとうございました。サンクユーフォーウォッチング。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。Please subscribe to my channel.